ナンバー・アンダーライン・アイライブツアーのアイ・ミヤギ公演2日目、積水ハイム・スーパー・アリーナが熱狂に包まれた。ILIs たちの熱い思いが爆発した感動のライブ。音楽ライブというのは、単なるパフォーマンスではありません。それは、アーティストとファンの間に生まれる瞬間的な絆、その瞬間だけの感動を共有する場です。ナンバー・アンダーライン・アイのようなグループが行うツアーは、 特特にその特徴を強く持っています。2024年のナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアーの「アイ」はその恒例であり熱狂的なファンたち通称「ILIZ」が長らく待ち望んだイベントです宮城での2日目積水ハイムスーパーアリーナでの公演は13時30分と18時の2回にわたって行われ開演前から会場周辺は熱気に包まれていました ファンたちはツアーグッズや CD 販売が始まる10時30分を目指して早朝から列を作り、まるでお祭りのような雰囲気を楽しんでいました。音楽ライブは、その瞬間だけの体験を通じて、観客を感情的に引き込む力があります。単なる演奏や歌声を超えて、舞台の上で繰り広げられる光と音、そしてアーティスト自身のエネルギーが融合することで、ライブにしか味わえない特別な空気感が生まれます。 ナンバーアンダーライン愛の公演も例外ではなく、その場にいたすべての人が、彼らのパフォーマンスによってまるで別の世界に引き込まれるかのような体験をしました。ステージ上で彼らが見せる情熱、ファンとの交流、そしてその場にいるすべての人が感じる一体感は、他に変え難いものです。一方で、ファンにとってライブはただのエンターテインメントではありません。それは、日常のストレスや問題から一時的に解放され、 心の底から楽しむ瞬間でもありますあるファンは日々の生活での疲れや困難をこのライブでリセットすることができると言いますまたライブに参加することで他のファンとの絆も深まります SNS を通じて知り合った ILWISE 同士がライブ会場で実際に顔を合わせ共通の趣味や経験を分かち合うことは現代の音楽ファン文化の中で非常に重要な要素となっています こうしたファンとの交流を大切にするナンバーアンダーライン愛の姿勢は、彼らの成功の大きな要因でもあります。アーティストがファンを単なる観客として扱うのではなく、ライブそのものを一緒に作り上げるパートナーとして尊重する姿勢が、ファンにとって特別な存在感を感じさせます。例えば、ライブの終盤にファンとの掛け合いを入れる演出や、アンコールでのサプライズパフォーマンスなど、 ファンがまるでステージの一部であるかのような感覚を味わうことができる瞬間はライブの魅力を一層高めていますそうした瞬間がファンの間で語り継がれさらに次のライブへの期待を高めていくのですライブという特別な空間はまるで時間が止まったかのように感じさせることがありますその場にいる誰もが普段の生活では味わえない特別な感覚を共有し心の底から楽しむことができるのです 宮城公演の2日目もまた、そのような瞬間の連続でした。2回の公演の合間には、ファン同士が集まって思い出話に花を咲かせたり、次のステージへの期待を膨らませたりする姿が見られました。これは、単なる音楽イベントではなく、ファン同士のコミュニティが育まれる場でもあることを示しています。しかし、こうしたライブの魅力には、いくつかの挑戦や問題点も伴います。例えば、 ライブ会場へのアクセスや混雑の問題は避けて通れません。特に宮城のように地方都市での公演となると、交通手段や宿泊施設の確保がファンにとって大きな課題となることがあります。早朝から並んで待つファンにとって、体調管理も重要です。長時間の待機や、季節によっては厳しい天候条件の中で待つことになるため、体力や健康状態に十分な注意が必要です。また、 大規模ななイベントトになると事故やトラブルのリスクも高まりまりすそのため運営側にはファンの安全を第一に考えた対応が求められます実際ナンバーアンダーライン愛のスタッフは開演前や公演中のアナウンスを通じて常にファンの安全を呼びかけており最新の注意を払っています一方でファンにとってのもう一つの大きな課題はチケットの入手です 人気アーティストのライブチケットは瞬く間に完売し、なかなか手に入らないという状況が続いています。そのため、多くのファンがチケット販売開始の瞬間にインターネットに殺到し、争奪戦を繰り広げることになります。さらに、転売問題も依然として根強く、公式価格を大幅に上回る価格でのチケット取引が後を絶たない状況です。これに対しては、 公式がチケット転売を防止するための対策を強化しているものの、完全に防ぐことは難しいと言えるでしょう。そのような困難を乗り越えて手に入れたチケットでのライブ参加は、ファンにとって格別の喜びです。ナンバーアンダーライン愛の公演では、彼らが作り上げた世界観とファンの熱気が一体となり、他のどの場面でも味わえない感動が生まれます。そして、このようなライブが終わった後には、 ファン同士が SNS を通じて感想をシェアし合い、再びその瞬間を振り返ることが習慣となっています。あるファンは、ライブの後は、まるで夢のような時間だったと感じると語り、また別のファンは、一瞬一瞬が宝物のように感じられたとその感動を共有していました。さらに、現代におけるライブ体験は、テクノロジーの進化とも密接に関わっています。 ライブ配信やバーチャルリアリティを利用した公演も増えてきており、遠く離れた場所からでもリアルタイムでライブを楽しむことができるようになりました。しかし、こうした技術が進化する一方で、実際に現地で体験するライブには、いまだに強い魅力があります。画面越しでは感じられない現場の空気感、アーティストの生の声や表情、そして何よりもファン同士の一体感は、現実のライブでしか得られないものです。 そのため、多くのファンは可能な限り現地でのライブ体験を優先し、その瞬間を全力で楽しんでいます。また、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがファンと共有するテーマやメッセージも、ライブをより深い体験にしています。彼らの歌詞やパフォーマンスには、ファンへの感謝や共感が込められており、ライブという場でそれが一層強く伝わってきます。特に、 ファンが自分自身の人生や経験と重ね合わせて感動する場面も多く見られ、ライブが単なる娯楽以上の意味を持つことがよくわかります。彼らの音楽がファンに与える影響は、時に人生を変えるほどの力を持つと言っても過言ではありません。このように、ナンバーアンダーラインアイライブツアーの「イは、ファンとアーティストが一体となって作り上げる特別な空間です。音楽そのものが持つ力、ライブパフォーマンスの魅力、 そしてファンとの絆が織りなすこの体験は、一度味わったら忘れられないものになるでしょう。音楽ライブの持つ魔法、それはまさにこの瞬間、ここにしかないものです。ライブが終わると、ファンたちはゆっくりと現実世界に戻っていくかのように、会場を後にしますが、心の中にはまだその余韻が残っています。SNS 上ではライブ後の感想や写真、動画があふれ、ファン同士が感動を分かち合います。 今日のナンバーアンダーライン愛は本当に最高だった、この瞬間をずっと忘れたくないといった声が、オンライン上でも次々と上がり、まるでライブの熱気がそのままインターネットに続いているかのようです。このようなライブ体験は、アーティストとファンの関係をより強固なものにします。ファンはアーティストの音楽をただ聴くだけでなく、その音楽を通じて自分自身の感情や思いを投影し、共鳴します。 ナンバーアンダーライン愛が歌う一曲一曲には、彼らが長い年月をかけて築き上げた経験や感情が込められており、それがファンの心に深く響くのです。その歌詞の中に自分自身の物語を見出し、癒され、励まされるファンも多いでしょう。これこそが、音楽の持つ普遍的な力であり、ライブという性のパフォーマンスによってその力はさらに強まります。また、こうした音楽ライブの一連の体験は、 ファンにとっては日常の中での特別な場所となり、まるで心のオアシスのような存在です。仕事や勉強、家庭の忙しさに追われる中で、ライブの瞬間は日常から離れて心をリセットし、新たなエネルギーを得る場となります。特にナンバーアンダーライン愛のようなアーティストにとっては、その音楽自体がファンに寄り添うようなメッセージ性を持ち、その場にいるすべての人々に対して、ここにいていいんだ、自分らしく生きていいんだ。 といった安心感を与えますそれは、ただのエンターテインメントを超えて、ファンの人生の一部となるような瞬間を生み出す力があるのです。しかし、ライブの終わりは同時に、次のライブへの期待を生む瞬間でもあります。ファンはすでに次の公演日を待ち遠しく思い、新しいアルバムやツアー発表に胸を躍らせます。ナンバーアンダーラインアイもまた、ファンの期待に応えるべく。 新しししいいパフォーマンスや音楽を常に模索し進化し続けていますライブツアーが終わっても、ファンとの対話は終わることなく、次なるステージへとつながっていくのです。このサイクルがアーティストとしての彼らを支え、ファンとの絆をさらに強めていきます。